リバプール最新ニュースこれまでに数多く有望な選手を獲得してきたリバプールだがの全てが成功しているわけではない高額移籍金を支払って獲得したものの満足に勝つできないままチームを去った者も,もいるそう中でも期待と結果が最もかけ離れた選手はだったのか期待に応えることのできなか選手をランキング形式で紹介する 移籍金のデータは、トランスフェルマーキー t を参照3位、クリスティアン・ベン。結成年月日、1990年12月3日、移籍金、4650万ユーロ、約65億円在期間、15年夏、16年夏リーグ戦成績、29試合9得点3アシス。リバプール参戦の欧州 CL を見るならワウワウ。加入月は、 長寮が無料 .tvpc アプリで視聴可能う母国ベル。でプロキャリアをスタートしたクリステ。アンベンテケは2012年にアストンビラへ。関プレミアリーグ初上陸を果たした。すると、1。目からリーグ戦19得点を叩き出すなど大爆発。こうも2桁得点を記録し続け、一気にビッグ区。無注目の的となった。リバプール遺跡が発表。 レタノは2015年7月、当時24歳だった、移籍金は4650万ユー、約65億円にも上るとされており、背番号は過去。イアン・ラッシュやロビー・ファウラー、フ、ルナンド・トレスが偉大な選手が身に着。他、9番、当然ながら期待値は高かったが、ベルギー。ヒト・フォワードの立場は、秩序として安定した。ブレンダン。 ロジャース監督の下では、出場機会を得ていが、後任のユルゲンクロップの戦術には、クフィットすることができず、同時期に加入。タロベルト・フィルミーノに序列を上回ら。ドイツ指揮官の下で構想外となったベンテは。はわずか在籍1年で退団となった。次のページ。制最悪。サポーターの怒りを買った史上最悪。 フォワード、関連記事記憶から消したい。リバプール、最悪。補強ランキング1から5位、全選手紹介記憶から消し。イ、e、リバプール、最悪の補強ランキング1位記憶。ラケシ対リバプール、最悪の補強ランキング。2位両、関連記事。